はい、続きましてですね、基調講演に移ります。講師はですね、元長野県立歴史館総合情報課長の宮下健二先生でございますけれども、先生のですね、プロフィールをご紹介したいと思います。1951年、昭和26年ですね、お生まれでございます。明治大学文学部史学地理学科卒業で、歴史学専攻、それから長野県史常任編集委員、長野県立歴史館総合情報課長で、現在はですね、聖博物館名誉館長、長野県カルチャーセンター講師、長野市伝統的建造物群保存地区保存審議会委員、長野市歴史的風致維持向上協議会委員、それから長野市市立博物館協議会委員、大町市文化財審議会委員等を歴任しております。宮下先生、よろしくお願いいたします。はい、皆さん、こんにちは。第1回のですね、信州の松波ネットワークのフォーラムにお会いでいただきました。ありがとうございました。今日10月10日っていうのは、昭和39年の10月10日は東京オリンピックの開会式で、もうじき開会式が始まるという、天候の当たり日だったんですが、今日はちょっとあいにく雨が降りましたが、すっかり上がりました。そしてそのオリンピックからしばらくして妻子の町並み保存が動き出すんですね。今日は私のお話は、今日私たちがここに集まれたっていうのは、妻子のあの町並み保存があったからこの町並み、ネットワークができたんだっていうとこから話をスタートして、いきなり日本の町並みを比較して理解するにはヨーロッパの町並みをちょっと見たいと思います。そしてヨーロッパの町並みから大きな違いがあるのがアジアモンスーン地帯にあるアジアの町並みを除いて、そして今日タイラーさんがオバステの棚田の話をするというんで、オバステの棚田と比較する意味で世界の棚田、世界遺産の棚田が世界に3箇所あるんですね。そんなものと集落の関わりを見て、最後もう一回日本信州の町並みに戻って戸隠とそして東御市の雲野宿を例にしてですね、今日のテーマに迫っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあライト、はい、お願いします。今日私たちが集まれたのはこれがあったからなんですね。妻子の保存運動は藤原さん昭和43年から、始まるんですが、具体的に復元完成したのが昭和46年の6月15日なんですね。実は私大学生でここをこの時歩いたんですね。まあ、私の町並みとの関わりもここから始まって、まあ、明治100年記念事業として県と南相町が復元に着手して電線を地中化するなどして文化分世紀の宿場を復元した。そして売らない、貸さない、壊さないというこの住民憲章、これは日本の町並み保存の原点と位置づいているんですね。ちょうどその時にですね、観光事業の振興策としてディスカバージャパンという国鉄の大キャンペーンが始まるんです。で、これはなぜかというと、前年の昭和45年に大阪万博が開かれてですね、大阪へ大阪へと全国から大勢の観光客が集まったんです。その万博ロスをですね、なくすために考え出された国鉄キャンペーンがディスカバージャパン。その舞台に取り上げられたのが木曽路の妻子なんです。そしてイラストレーター若い大橋あゆみさんを起用してですね、大橋さんがこの妻子を歩くというところからこのキャンペーンが始まるんですね。そして板吹きの屋根や妻子の中で子どもたちが話をするという映像が流れて、最後にこれが素晴らしいんですね。あなたならそこで何を発見しますか。日本には美しい自然があります。美しい歴史、伝説、人々の触れ合いがあります。田舎の土臭い一本の道にも、優しい一本の木にも、そして一人の老婆にも、私たちは日本を発見することができます。そして日本の再発見は自分自身の再発見でもあるのです。
この標語というのは今もこのまんま私は通じる、そのキャンペーンというのがですね、町並みというものを盛り上げていったんですね。そして、復元された電線が地中化されたですね、妻子がよみがえってきました。で、これによって日本のですね、文化財行政は大きく変換点を迎えるんですね。それまでは一点主義でですね、ある町の中の一つの建物を重要文化財に指定するというようなことがあったんですが、一つの町並みをずっとですね、景観的に守ろうという発想が生まれたのは、この妻子の保存運動から始まっていくんですね。そしてそれが昭和51年に文化財保護行政が大きく変わってですね、昭和51年の9月に日本で初めて単体ではなく軍として文化財を守る国の重要伝統的建造物群の第1号にこれが指定される。この時白川郷なんかもそうなんですが、だから、長野県の妻子というのはですね、日本の町並み運動の保存運動活用の原点に位置づいてるんだっていうことなんですね。そして江戸時代のこの町並み、後で見るヨーロッパの町並みと比較していただくとですね、違いがわかると思いますが、とにかく売らない、貸さない、壊さないというその三原則というものがですね、今も大事に守られています。で、石畳があってですね、佐賀屋の階段を登って向こうへこう歩いていくというですね、そして石垣にはいろんな植物がある、こういうその多様性に富んだ町並みっていうのがアジアの町並み、まさに信州の町並みになってきます。そして中を歩くとですね、こういう本棟作りですね、棟を全部ですね、ホームダチで囲んで隣の火災からこう守るためのこんなホームダチが長野県の中で残ってるっていうのは比較的少ないんですね。そういうこういうものがそのまんまですね、残されたっていうのもこの保存運動の結果だと思います。そして防火焼けの一位の生垣を作るというような、こういうような文化というのも日本独特のものなんですね。そして町並みの角のところには集落全体をですね、火災から守るために静岡県の秋葉山をから勘定した秋葉山の灯籠に火を入れることによって集落を火災から守るという、こういう努力をしています。そしてこの妻子は日本郵便の記念切手にもなっているんですね。まあここからですね、これ今日の町並みスタートしてですね、いきなりヨーロッパへ飛びます。これがチェコのプラハ城ですね、有名な世界遺産になってますが、もう日本の町並みとですね、いかに違うか。大きな石造りの建物があってですね、集合住宅ですね、そして、赤い屋根と窓枠があるという、この風景というのはヨーロッパ大体どこ行っても共通してます。そして道を歩くとですね、みんな道は石畳です。ただあの石畳の道を維持するためにですね、ちょっと工事へ入るとこういう形で、何世代にもわたってですね、この石造りの道が作り直されている、こういう光景は日本ではあまり見かけないんですが、ヨーロッパでの街並みもですね、こういう形で、維持をしているんですね。そして、ヨーロッパというのは今 EU で国境が自由に通過できます。チェコの横がすぐオーストリアになりましてですね、そのオーストリアのこれシェーンブルン宮殿ですけども、先ほど見学にあった左右対称のですね、こういう建物でやっぱり下は石畳になります。そして庭園もですね、ヨーロッパの庭園は日本の庭園と違って、日本は樹形を生かしながら、それぞれの樹形をこう生かす庭園なんですが、向こうは樹木をこうやって刈り込んで左右対称に作るという、こういうのがヨーロッパの、庭園の原型になってくるんですね。ウィーンの街並みに入ると石畳で、集合住宅の石造りの街があって、そして路面電車が走るという、こういう光景が大体どこの街へ行っても同じです。ウィーンの国立オペラ座のこれ前ですね、
ウィーンのブルック公園のところにあるモーツァルトの像なんかがありますが、ただ街の至る所にですね、緑を大事にしているっていう側面はあるかと思います。ウィーンからですね、1時間でソロバキアの首都のプラスチラバというところにわずか1時間で釣り行きます。これウィーンから来てもですね、街並みはほとんど変わらない。このプラスチラバの旧市街も世界遺産です。ちょっと工事に入るとですね、こうやって石造りの石畳の街並みがずっと続いてるんですね。で、市内のところへとこうナポレオンの像がふっと現れたりするというですね、こういうヨーロッパの街並みで、やはりこんなモダンな路面電車が走ってるというのがヨーロッパの街並みですね。で、ソロバキアのちょっと郊外へ行きますとですね、ヨーロッパの中央平原の麦畑の中にこんな巨大なですね、スピス城という、これ、中世の山城なんですね。これはよく宮崎駿の天空の、ラピュタのですね、舞台になった、そのモデルになったところなんですが、そして、この周りは農村地帯なんですが、こういうお城があった下に町並みが続いてきます。そして、ちょっと目を離すとですね、こういう町の外れに異質な建物が見えてくるんですね。これがいわゆるロマ、いわゆるジプシーの家がですね、ヨーロッパのちょっと外れの中にあるという、これもヨーロッパの一つの現実なんだなということを思い知らされます。そして、ソロバキアからですね、峠を越えると全く門限もなくてですね、半日でポーランドの南側クラクフへ着きます。で、このクラクフというところはですね、世界中から多くの観光客が集まってくるところなんですね。その中央の広場、やはりウィーンなんかと同じ広場なんですが、こういう状態なんですね。なんでここに大勢の人が集まってくるか。まさに歴史の現場を見ようとする人たちが世界中からここへ訪れます。そのすぐ横にですね、アウシュビッツの収容所とビルケナウの収容所があるんですね。アウシュビッツというのはこれなんですが、よくアウシュビッツっていうとここのイメージが大きいんですが、その隣にビルケナウというですね、大きな収容施設があって、ここで、この引き込み線によってですね、ヨーロッパから各地から送られてきた人たちがこの収容所に入れられて、100万人の人たちがナチスによって命を落とす。その場所とクラクという町はですね、一体になっているんですね。で、これがアウシュビッツのビルケナウの収容所の現状です。これみんな、収容棟があって、これ復元されたり修復されているものがありますが、これ全部収容棟です。で、鉄道がここからこう入ってくるんですね。引き込み線で入ってきて、そしてこの後ろのところでですね、ここにガス室と焼却場があるというですね、こういうところがそのまんま公開されています。アウシュビッツの収容所の入り口、ここのところに、ドイツ語が書いてありますが、働けば自由になるっていう、こういう文字が書かれて、ここから多くの人たちが入ったんですが、ここからほとんど出ることはなかった。で、中にですね、収容棟がきれいに保存されて残っています。この中の様子のですね、木製のベッドなんですが、このすぐ横で、ここに死の壁というのがありましてですね、銃殺されたりですね、その後ですね、ガス室や焼却炉が、これはソビエト軍が入ってくるときにですね、全部爆破されるんですが、今復元されてるんですね。2002年に復元されて、これがガス室と焼却炉です。そして、収容者のところは、部屋に閉じ込めてですね、そこに、このチクロン B というですね、この毒薬を入れてですね、毒殺をするんですね。その後ガス室で、焼却をすると。で、それがですね、この収容所の施設の中にこういう形でそのまんま展示されてるんですね。こう靴だけで11万足圧倒されます。それから
メガネをかけていた。このメガネだけでこれ40キロあるというふうに説明してくれましたが、それから多くのですね、働けない人は優先的にガス室へ送り込まれたんですね。だから義手だとか義足だとか松葉杖、そういうようなものが集められて展示されてました。それからここへ入って、やがてその生活ができるんだということで、たくさんの荷物を持ってきてですね、いるんですが、これが全部取り上げられるんですね。3800個のトランクでですね、そこにみんな名前が書かれているんですね。そして一番悲惨なのは、多くの女性が収容されて、女性がみんな丸坊主にされるんですね。そしてその丸坊主にされた髪の毛がですね、2トンの髪の毛が展示されています。そして、収容所でですね、肺にされた人の肺もこういう形で展示されているんですね。でここからはビルケナウなんですが、この死の門と言われたところからですね、引き込み線によって収容者が運ばれてですね、入ってくるんですね。でここに世界中から大勢の人が歴史の負の遺産というものを体験しようという形で訪れています。そしてあの向こうの死の門から出てきて、ここが引き込み線の最後で、この横にガス室、焼却炉があるんですね。ビルケナウの監視台があって、向こうにこう煙突だけ見えてますが、これ全部収容棟のあったところですね。煙突があって収容棟がありまして、収容棟の中へ入るとこんな形で、レンガ積みの、これがベッドですね。一つの区画に3人入っていた。これが洗面所、これはトイレですね。で中にはですね、こんなあの壁に絵が描かれてるんですね。ここから出た暁には学校へ通うんだよという、そんな思いがですね、この絵から伝わってきます。そして1945年の1月にスブイタ君が進撃をしてくるんですが、ナチはその証拠を隠すために全部燃やしたり爆破するんですね。これが先ほどの線路のすぐ横にあったですね、爆破された焼却炉とガス室ですね。まあ、こういうものがクラクという町と一体になって、歴史というものと町並みというものが一体になって残されているのがポーランドで、そしてこの今アウシュビッツ・ビルケナウの収容所にはですね、300人ぐらいのボランティアの解説者、世界中の言葉で解説をしてくれています。そしてこの保存修復や運営に多くのお金を出しているのはドイツが出しているんですね。ドイツというのはその歴史の教訓というものを未来につなげようという形で活躍をしています。そしてこれがドイツのですね、マイン川のほとりにありますフランクフルトの街並み、日本の街並みとはやっぱり大きく違うっていうね、ヨーロッパ非常にこう赤い屋根と白壁ですね、こういう家が特徴的です。ソロバキアの先ほどのスピシ城近くのですね、こうずっと農業地帯の麦畑が続いている、ほとんどヨーロッパの中央平原地帯というのは高い山がありませんから、なだらかな丘が続いて、そこがずっと麦畑やワイン用のブドウ畑になっているという、でこういう街並みがあって、そこに教会があるというのがヨーロッパの街並みなんですね。そして同じ街並みの横に小さな農村があります。これがソロバキアの農村風景ですね。これを見ても平面的で非常にですね、個性が少ないっていうのが日本の街並みとの違いだなというのが分かると思います。ソロバキアの農村風景ですね。これもブドウ畑、チェコの麦畑もずっとチェコのプラハからソロバキアのプラスチラブまで5時間ぐらいバスで行ったんですが、この風景が延々と続きます。トンネルが一箇所もありません。これがヨーロッパの風景ですね。さて、いよいよですね、舞台は、アジアモンスーンのネパールへと移ります。ネパールのカトマンズのダルバール、旧王宮広場ですね。こういう仏教建築がありまして、雨が多いもんですから屋根にこう草木が生えてる。そして多くの人が行き交ってですね、非常に活気を感じる。アジアの街並みっていうのは
そういうところはこうちょっと違うところですね。こんなにこう木が茂っていてですね、民族衣装を着たりですね、ヒンズー教の帽子をかぶったり、そしてこのダルバール広間の建物はレンガと窓枠はこれ木なんですね。だから木というものが、レンガと木というのが融合したこういうその街並みになります。で、まあ、観光あの街歩きの楽しみっていうのは買い物っていうのが大きな要素なんですね。で、このダルバール広間の中にバザールがありましてですね、こういうものが世界各地の観光地の中で あるというね、こういうところは今後日本の中でも学ぶべき点があるんじゃないかと思いますが、たくさんのものが売って、そしてここへ大勢の人たちが駆けつける、しかも非常に安いというですね、そういう特色があります。ちょっと裏通りへ入ってもですね、このレンガ造りと木の窓枠のところで石畳があって、そのところがみんな小さな店になってるんですね。だからこの街並みを歩きながら買い物を楽しむっていうですね、こういう街並みになってます。そのカトマンズからすぐ横のボダナートというところへ行くとですね、こんなストゥーパー、仏塔のですね、建物群がある。ネパールというのは仏教とヒンズー教が混合した宗教の町になってますね。だからこんな修行僧たちに出会ったりですね、バクタプールという町がすぐ隣にあるんですが、仏教建築があって、これがヒンズー教の仏塔ですね、こういうものが混在をしています。で、ちょっと路地に入るとですね、こんな焼き物工場があってですね、こういうものが周辺の生活と一体になって街並みの中に溶け込んでるっていうのは、やっぱりアジアの街並みの風景ですね。向こうに集合住宅があってですね、これ橋の上なんですが、ここにこう露店があって、多くの人が物を運んでいるような様子が見えます。ヒンズー教の仏塔があって、ヒンズー教では水場を大事にしますのでですね、至る所からヒマラヤ山脈から湧き出た水がですね、出てるっていうのはネパールなんですね。そのネパールのカトマンズの近郊にパシュパテナートというですね、これ火葬場ですね、遺体を焼く火葬場なんですが、これだけで世界遺産になってます。で、これガンジス川の支流の、バグマティ川という川なんですが、ここで今3人焼いてるんですね。こう煙が出てまして、そして焼き終わるとその灰をこの川に全部投げ入れます。で、ここで沐浴をしてるんですね。こういうその死生観というかですね、そういうものを目の当たりにすることができます。さて、同じ川でもですね、東南アジアへ移って、これがラオスのですね、世界遺産のルアンパパーンという町の中を流れるメコン川です。中国の雲南省から源流を走ってタイの東シナ海へ出てくる川なんですが、ラオスは敬虔な仏教国ですから、ワットシェーンというような見事なですね、こういう戦闘のお寺がたくさんこのルアンパパーンの中にはあります。そして朝になりますとですね、早朝まだ日が上がる前にですね、こうやって托鉢の僧の列があるんですね。で、この托鉢の僧の列にですね、ラオスの主食はこれおこわ、もち米なんですね。で、このもち米をですね、竹のお室に入れてきて、これをこの中に托鉢として入れていくんですね。これがルアンパパーンの町並みで、1995年に世界遺産になりました。綺麗な町並みですね。そして、メコン川の夕日がこんな風に見えるんですけども、で、中央の目抜き通りにサッカリン通りっていうんですが、ちょっとアジアの町並みとは異質な感じがするんですね。ここはフランスの植民地だったっていうようなことがありましてですね、そんな名残がアジアの中で感じて、それでパン屋さんがあるんですが、パンがとても美味しいんですね。フランスのパン文化っていうのが位置づいてます。まあ、庶民がこういう形でオートバイに3人乗りでこう駆け回るっていうようなのが光景として見えるんですが、
一番驚くのはですね、台所は外にあるんですね。外にあって、小さな日本の七輪みたいなかまどで、これで薪で、これでこの上に籠を置いて、おくわをふかしたりですね、するんですね。これがルアンパパン世界遺産の町の裏側でこれをやってます。そして余ったもち米はですね、これ丸くこうせんべい状にして、これを天日で干すんですね。でこれを今度油で揚げて食べる。これがなかなかカリカリして美味しいんですが、そして裏通りへ行くとですね、この奥さんが絹織物を織ってるんですね。でこういうその日常的な風景の中に織物文化がそのまま位置づいてます。そして織ったものを、これ朝市で売ってるところなんですが、自分で織ってきたものをこうやってかなり安い値段でこう売ってるんですね。そのすぐ隣ではですね、リスを売ってたり鶏を売ってたりというですね、こういう朝市というのが、大きなウエイトを占めて、夜になると通り一つにですね、全部店が開かれる、こう夜市、こういうその日本の観光地でそのまあ位置的なものっていうのはですね、日本の中ではちょっと欠けてるものがあるのかなというふうに思います。そしてこれがおこわを蒸す竹の籠ですね。そして公園やなんか行っても、すべてゴミ箱は竹なんです。だから、要はラオスで驚くのはプラスチック製品があまり見かけないというですね、だから、それもですね、この国の一つの姿なのかなというふうに思います。そしていよいよですね、カトマンズーから飛行機に乗って1時間でヒマラヤを越えるとチベットのラサへ入ります。ちょうど私越えた時は8月だったもんですから、8000メートル級の上をこう飛んできますから、全部この下は、雲でですね、この下では大雨が降ってるんですね。だからインド洋から、吹き上げたですね、湿気はこのヒマラヤ山脈にあたってここで雨を降らしてですね、その湿気が偏西風に乗って東へと移動してですね、東アジアにモンスーン気候を埋める。これが日本の中国のカビの雨梅雨、日本では梅の雨梅雨になるというね、ですから飛行機に乗っていくとですね、これヒマラヤの横を飛ぶんですね、エベレストの横を飛んでですね、ずーっとこの雲の上を飛んでいくと、パッと下が開けてですね、ヒマラヤ山脈を越えると乾燥したチベットの大地が現れてきます。でもうこう山裾までこう砂漠ですね、そして標高3700メートルのラサの空港へ着陸すると、タラップを降りたところでしゃがみ込んでる人がいるというですね、そういう状況ですが、これがラサの中心部にあります世界遺産のトタラ宮ですね。でここにもですね、チベット族の人たちがこうやって日常の姿でここを訪れてお参りに来て、そして、油ですね、動物の油を持ってきてですね、灯明を灯すというようなことを日常的にやってます。そしてその中心の町並み、助漢寺というところがありまして、ここから見るポタラ宮ですね。でこの周りがバクホールというですね、大きな町並みが広がってるんですね。これがその町並みです。もうチベットの各地から集まって、これ全部店なんですね。ここにこんなにですね、民族衣装豊かな人たちがですね、集まってます。今なかなかここ入りにくくなっちゃったんですけども、私はカトマンズからラサに入りました。まあこういうですね、チベットの街並みがあって、やっぱり買い物というものですね、そして何を売ってるのかっていうこともこれから重要な要素になってくるのかなと思います。そして山近くになると、世羅寺だとか出分寺という形でですね、そしてこの山の中腹でですね、長葬を今でもやってます。遺体、亡くなった人の遺体をここへ運んでいってですね、専門の人が大きな刃物で体をこうぶった切るんですね。そうしているうちにハゲ足が上にこう集まってきてですね、ちゃんとこうやって並ぶんですね。そこへ遺体をこうやってこう分けてやるという調装が今でも行われています。でその世羅寺の境内でですね、
こういう若いお坊さんが問答の修行をやってる、これが日常風景として見えるんですね。いよいよですね、中国の雲南省、霊光というところへ行きます。今度国慶節の時にですね、中国は国外旅行ができなくなったものですから、ここに大勢の人が集まったみたいなんですが、ここの町のここにですね、5596メートルの玉龍雪山ができて、私が行った時はまだロープウェイができなかったんですが、今なんと4500メートルまでロープウェイができました。このところにこう氷河もあってですね、すごい景観で、町並みと山っていうのが一つのセットになっている町並みになります。そしてこれが、1997年に世界文化遺産になった霊光古城ですね。こういう瓦葺きのですね、町並みが、この向こうに先ほどの玉龍雪山が見える。ここは雲南省でも標高が高くて、標高が2400メートルですね。ここに隆々とした町並みがあってですね、これが霊光古城の入り口、ここからずっと町並みを歩くんですが、まあ町並みを歩くだけでも広い面積がありますので、そして、きれいな水が流れて、その枠にですね、こういう店がある。ほとんどこれは食べ物屋さんですね。そして石畳の道の中をこう歩いてですね、こんな工事のところもみんなこう公開されてます。そして、まあ、村の町の中に入るとですね、必ずこう水場があるんですね。水場っていうのは基本的に3箇所に分かれます。飲み水、それから野菜やなんかを洗う水、こっちが洗濯の水というふうにですね、ここも3箇所にこう分かれて、ここで髪の毛なんかも洗ってましたけども、こういう水場のある風景というものもアジアの中では大事な要素だなというふうに思いますね。鶴瓶で水を家へ運んでるんですね。天秤坊で、ナシ族の民族衣装を着て、で町並みで石のですね、とこを机にして、こんな勉強している子どもたちが見えるっていう、こういう風景があるっていうのが、やっぱアジアの町並みのいいとこですね。夜になるとナシ族がこう踊り踊ったりする。からナシ族っていうのはやっぱり和紙の文化、紙作りでも立派で、こういう紙をやってですね、でこれでトンパ文字という象形文字をずっと今に伝えてて、これが2003年に世界、記録遺産になって、これ私宮下賢治って書いてもらったんですね。これはトンパ文字でですね、だからこれなんかも一つの観光要素になってるっていう、和紙があってそれをトンパ文字にして、そして来客に書いてあげるっていうようなのも一つのことをやってました。韓国へ飛びましてですね、大韓民国の慶尚北道、ソウルの北東側になりますけれども、楽東港というですね、川の上流に、これ川が回る村という、蛇行している川の中にですね、一つの村がありまして、2010年に世界文化遺産になったんですね。で、不要だという岩山が対岸にありまして、これ私宗でこの上に登ってこの村をこうやって見るというビューポイントになってます。そしてこれはエリザベス女王がこの村を訪れてですね、世界で最も美しい村だっていうんですが、でこの村へ入るにはですね、近くに大きな駐車場があって、そこでみんな車を止めてバスでこの村へ入ってきます。それ以外は入れません。そして降りるとですね、ここに民族芸能の上演場所があって、民族芸能を見ます。そしてその後ですね、これが村の入り口なんですね。で村の入り口にはですね、こういう男性のシンボルがあってですね、外から邪悪なものが入ってくることを守っているというですね、こんなヤンバンの家をそのまま見学できます。これ韓国俳優のリュウシオンの家だっていうふうに言ってましたけども、そしてこうオンドルがある家があったり、儒教のですね、中高堂なんかがありますが、そしてわらぶきのこう家でですね、キムチ用の白菜をその裏で作ってるっていうような光景があったり、村の中心に御神木があってですね、ここで出産の無事や子どもの成長を祈るなんてことやってますね。でなんとこの世界遺産の家の中に泊まることができるんです。だから泊まり客だけは
バスから降りてですね、この村に滞在できるんですが、それ以外の人はみんな時間が来ると出される。私はここへ泊まったんですね。300年前の家へ泊まって、これ奥さんが、その我々の世話する横でですね、竹見で選別をしてたりして、で、これは郷土料理を出してくれます。アンドンの鶏、朝はアンドンのサバが名物だっていうような形でですね、で、私行ったのは夏だったもんですから、蚊がいるもんですから、蚊帳を釣ってくれました。そして、このアンドンの近くの伝仙堂というところに、なんか万字の石仏みたいなのがあってですね。で、韓国の人は誰もこれ注目してないですね。日本にこれと似たのがあるんですよったら、そうですかと言いましたけども、こういう世界があります。さて、いよいよ、オバステの棚田。オバステの棚田がですね、開かれるきっかけになるのは、あの上に大池、下池という池が作られて、この棚田が国の名勝や重要文化的な景観になっていくというですね。で、今、日本遺産にもなりました。そして、ここは月の名所になって、この兄弟山のところにですね、月が昇って、芭蕉は面影や乳母一人なく月の友というふうに歌うんですね。今日に合わせて、この10月1日に写真撮り行ってきました。これ棚田がライトアップしてましてですね、これが兄弟山ですね。乳母石のところで、江戸時代の記録を見ると、乳母石の上に100人の人が月を見てたっていうんですね。そこを訪れた小林一茶はですね、月を読むんじゃなくて、名月やどこによっても人の邪魔って読むんですね。この17文字でですね、江戸時代の長楽寺の境内が証明されてしまうというですね。そしてそれを広重が描くんですね。兄弟山のとこから月が、千曲川が流れてですね、これが長楽寺で お林があって、ここに田ごとの月、信濃の国田ごとの月兄弟山で、10月だっていうのに田んぼに水が張って、そして月が映ってる。こんなバカなことはありえませんが、その田ごとの月をイメージ化したのが広重の版画で、もう一枚広重はこれ描くんですね。同じく長楽寺のところで、この兄弟山のところに月が昇って田ごとの月になった。そして、月岡義俊はですね、お母さんをこれから山へ捨ていく場所をですね、浮世絵に描き、明治の24年になっても、高田元藩士だった楊州親信が、兄弟山の真上から月が出る様子で、お囃子があって長楽寺、田ごとの月を明治の24年でも描くんですね。さて、ここから世界の棚田を見たいと思います。これが中国の雲南省ベトナム国境にある、これ、この1900メートルのところに裏があって、この下が300メートル、1600メートルが全部棚田です。こうなってます。これが世界の棚田で、用水は一切ありません。すべてあぜこし灌漑で、ここが歩く道ですね。これが1600メートルにわたって続いていてですね、夕日になると全部、これ私行ったのが1月だったので、みんな冬場に刈り取った後水を入れてるんですね。あぜを守るために。それがこういうふうに光り出します。田んぼというものがこんなに美しいんだっていう。そして私が写真撮ってたら馬が見えるかっていうんですね。これ地元の人は馬だっていうふうに言ってましたが、こんな光景が棚田の中にあってですね、その1900メートルの村があって、その下に棚田がこうやって続いてます。鎮江というですね、村で、日干しレンガの壁で、藁の、キノコのような屋根を乗せてですね、村に入っていくと、これがハニ族の、これ、もみをちょうど干しに行くところですね。そして、これが老夫婦でですね、これが子供たちなんですが、これが平服です。これが普段の お母さんが作った民族衣装を着て、銀の飾りをするというですね、こういう豊かな文化があって、そしてあれだけの田んぼ、一切機械がなく、水牛だけで耕していくと。そして、雲南省の梨族の棚田はこんな状態になります。棚田というのは本当にものすごいもんだなっていうですね、これ流れてるのがこれ長江です。で、これがフィリピンのですね、2番目の世界遺産になっているフィリピンのルソン島の北にあるコルディリエーラの世界遺産の棚田ですね。ここの斜面は急なんですが、こういう状態です。これ苗場ですね。で、全部これ石垣です。
そしてそこにいる老人たちで、バナウェイという場所ですが、やっぱり下から山の上までこういう田んぼで、ライステラスと、棚田のことをライステラスと呼んでますが、そしてこれ、収穫は穂積み、女性の人たちが穂積みでやるんですね。それで穂積みしたのを男性が上へ運び込んでですね、こうやって屋根の上を干してですね、そしてこれが穀蔵で、これが住居です。弥生時代の建屋、高床倉庫でネズミ返しがついているという。で、朝になるとコン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 音がするんで何をしてるかっていうと、これでもみをついてるんですね。こんな生活が残ってて、で、手招きする老人がいるんで入ってみたら、俺の親父を見せるって言ってこれ開いてくれたんですね。お父さんを風葬でやっといて、それをもう一回ですね、きれいに洗って布に入れて一緒に住んでるんだっていうふうに言ってましたが、もう一つの世界遺産が2012年バリ島のですね、棚田と灌漑水利システムという三つ目の世界遺産になりました。こういう棚田です。棚田っていうのはやはり大きな観光資源になるんだ。ここはスバックといってですね、多くの人たちがその一つの水路をつながって人々が結びついてるんですね。そして稲の茎を使ってね、水をあけるんです。これ驚きましたね。これで1軒分だって言うんですね。で、伸ばしていくと、これで13軒分の水をあけるという、稲の茎で水をあけるという共同社会があって、バリ島は2希作ですね。そしてここも収穫は女性で、ここはですね、刈り取ったのをカゴのところで叩いて、そしてやったやつはそのまんま田んぼへ戻して肥料にするという、これがブータンの国会議事堂の棚田になります。で、ブータンの農家はこういう木造の1階が家畜小屋、2階が住居、3階の屋根の下がですね、穀物倉庫になって、きれいな建物です。そしてこの建物の衣装がすごいんですね。これ玄関の入り口なんですが、男性のシンボルがこうやってあってですね、両側からあって、外から邪悪なものを寄せ付けない。そして、家に服をもたらすというね、こんな風な衣装がいっぱいあります。なんともこう豊かなですね、景観が見えてですね。そして村を歩くと、木曽馬のような小型馬が運送手段として使われているというのはブータンなんですね。ゴという服を着て、そして、至る所でですね、アーチェリーをやってる姿が見えますが、これがお坊さんと二層さんですね。で、これが小学生です。で、これ中学生で、何になりたいのって聞いたら、パイロットになりたい。こっちは医者になりたいって言ってましたかね。そして、女高生がいてですね、ここもブータンは和紙作りが盛んなんですね。そして、ブータンの食事は、これ赤米です。そして、ヤクの肉があって、大根があって、人参があるっていう。そして、ここには白米が導入されたんですが、タロイレブンという白米をですね、長野県の農場試験場から持ってって、品種改良して、タロイレブンという名前で売ってました。で、最後、これはフィリピンのですね、国境近くにある台湾の蘭友というところなんですが、田んぼはあるんですが、稲ではなくてタロイモを作ってます。これタロイモを取って、その茎をまた植えるとまたそこから出てくるんですが、その人たちが住んでる住まい、これが母屋です。で、昼間はここのところで食事をしたりするんですが、これが母屋で、地下に母屋がある。要はここ台風の上昇地帯なんですね。こういうような家づくりというのもあってですね、そしておかずの飛び降りをするためにこんな立派な船を使っています。さて、いよいよ最後になってきましたので、日本へ戻ってですね、戸隠の世界をちょっと見てみたい。今日戸隠を取り上げたのは観光化という面でですね、街並みと観光化という面でいろんな要素を持っているのがこの戸隠だと思うんですね。戸隠の西岳、表山、そして裏山の高妻、音妻というですね、これが秋になると鏡池から見た表山ですね、八方睨みから戸隠山がある。これが小鳥ヶ池から見た。で、豊かな水があって山があって森がある。そして、森の中にはですね、こんな小さな池で親鸞聖人が発見したという念仏池があって、この底を見るとここから水がブク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 湧き出してるんで、涙目だぶつ涙目だぶつというふうにですね、念仏を唱えているようだということで、こんな池もあります。
そして、これが杉並木ですね。これ飯縄山の頂上から撮った写真なんですが、杉並木がこう続いていて、このところに奥舎があって、これが登山道になります。そして戸隠山のふもとに、奥舎がこうあるんですが、この奥舎のあるところは雪崩しょっちゅう傷むもんですから、これはしょっちゅう建て替えなんですが、ここが標高が1340メートルあります。そしてそのすぐ下に九頭龍社がありまして、これが戸隠のもともとの神様なんですね。九頭龍権現、要するに水の神様として、嘉祥2年849年に学問行者が開山したっていうんですね。でのそこから登っていくと50軒長屋があって、そしてこの岩のこの中腹にですね、こういう採掘という洞窟があります。そしてここを昭和38年に発掘したらですね、こんな平安時代から鎌倉、それから南北朝の遺物が出てくるんですね。だから戸隠のその修験の山っていうのはもう平安時代から開かれたことがわかります。でこれが有名な有野島あたりですね、鏡池が下に見えて、これが戸隠のスキー場で、ここが駐車になりますが、この断崖絶壁を四つ足でこうやってやって張って歩くというですね、そしてその中腹にたくさんの靴があるというのが戸隠山です。で山に登るとですね、これがしょっちゅう出会うんですね。まさに戸隠山へ登って、これ真ん中にいるのが私なんですね。でこうやって手を振ると動きますが、こういうブロッケン現象があって、神仏に出会うというような瞬間があります。そして上から高妻山を望むと、こういう景色が、ちょっと北アルプスのような景色が見えてくるっていうのも戸隠山の魅力です。高妻と音妻ですね。でここが両海山といって、江戸時代は7月から8月の夏の間だけ修験者たちがここまで人々を案内するんですね。でそんな形で明治になるとですね、なんとこれが登山の場所として注目されて、長野高等女学校、今の西高校が墓までですね、初代校長の渡辺林さんがここへ連れてくんですね。墓もやって、代わりのわらじをこうぶり下げてですね、有野島渡りをこう渡っていくんですね。こういうその近代登山が始まったのもここで、ここには丸岡秀子さんですね、この丸岡秀子さんここにいますけども、これも登山をしてます。そしてなんとウエストンの奥さんがここ登ってるんですね。だから戸隠牧場のところにウエストンの碑がありますが、磨崖仏があったり。で戸隠の魅力は、これ牧野富太郎がですね、植物採集にやってきて、植物の宝庫であるために戸隠という名前がついた植物がいっぱいあるんですね。戸隠昭摩や戸隠菊だとか、おとぎり草だとか菊だとかですね、そういう戸隠固有種があって、その一つがですね、長野西高等学校のブローチにこの戸隠があしらわれてるんですが、それを作ったのが、明治38年から教頭してですね、大正13年まで渡辺林の後校長になった河野霊蔵さんですね、松本の霊の河野さんのおじいさんになりますかね。そしてこの戸隠自然園の川の中には川春樹貝というですね、氷河時代の生き残りの貝が川底にこう立ってるんですね。とエラだとかですね、このヤマメやあのイワナのエラや体表にこう寄生することによって、この貝は生き延びているんですが、こんな貴重なものがあります。そして自然はバードウォッチングのウェッカでもあるんですね。そしてこう杉並木がありまして、この杉並木の横にはかってですね、ここに陰謀がたくさん立ち並んでいました。それが明治の廃仏毀釈によって里坊の駐車方向車へと移っていくんですね。これはちょっとテレビ局と一緒になって、そこに陰謀がある様子を CG でちょっと復元したもんですが、でここからは平安時代からですね、中世の遺物、それから伊万里焼のそばチョコがたくさん出てる。だからここで伊万里から運んできたそばチョコでそばを振る舞ってたってことがわかるんですね。それから土瓶がたくさん出てまして、ここで薬草を煎じて飲ませてたってこともわかります。随神門があってですね、
そしてここに吉永小百合さんを登場させたことによってですね、なんと大ブームが訪れて、今戸隠ではですね、無料の駐車場が有料になったりですね、あの奥車の入り口だけで駐車場料金だけで3000万上がるというようなですね、観光ブームがこの一人の女優の起用によって起きたっていうのも面白いところですね。で、先ほどの今随神門ですが、それはかつての仁王門で、これが善光寺のこの関係寺へ行ってます。今はこれが置かれてますね。そして、この戸隠の特色は、駐車が1200メートル、方向車が1100メートル、奥車が1300メートルという、日本でも有数の1000メートルを超えるところにできた宗教都市なんですね。これが方向車です。だから私は皇居御師集落という概念を作りました。標高の高いところにある、要は御師というのはかつてはお寺でお坊さんがいて宿坊であった、その御師の集落っていうのと在家という、その2つの集団によって営まれているのがこの場所になります。それが2019年にですね、駐車方向車が重要伝統的建造物に保存されました。だからこの駐車のですね、陰謀はちゃんと昔の名前がそのまま残ってですね、今は何々旅館って言ってますが、みんなかっては陰謀でした。こんなような形で、これが戸隠のですね、本坊ですね、戸隠を治めていた戸隠山健康寺の別当職であった、これが現在の久山家の燃える前です。これ現在ですね。そしてこのところはですね、裏庭に京都から庭師を招いて庭を作ったりですね、それから植物園なんかも明治に作ってたんですね。で、これ他言無用、開門不要なんていったですね、弁財天がここには伝えられていて、なんとこの家でですね、かつての戸隠の健康寺の別棟のお墓があって、それを管理してます。こんなすごいところがあるんですね。そして横大門通りのかやぶき屋根の民家群、これが充電圏になってますね、国技さんが。で、ここは冬はこういう豪雪に見舞われる場所でもあるんですね。そしてこれは横倉家なんですが、標高が1100メートルを超えますから、この陰謀の庭には高山植物が咲き乱れる。全国の旅館の中でも高山植物が泊まった宿坊の庭で見れるというのもこの大きな特色なんですね。そして今トタンを乗ってますが、これから充電圏によってこれが剥がされて、かやぶきに多分変わっていくんだろうと思います。で、これが二王門屋ってありますが、ここにも二王門があったもんですから、屋号が二王門屋なんですね。そこにあった二王像がお伏せの岩礁家へ行ってます。で、冬になるとこんな状態なんですね。そして、駐車の入り口のところに法経、日本法経のですね、お経を入れる塔があって、ここにこういうですね、大乗明殿というお経を投げ込むんですね。日の御子社があって、法光社があってですね、で、今度は法光社のこれは陰謀になります。秋葉三尺坊なんかを祀る陰謀なんかもあったりしてですね、そしてこれが今充電圏によってかやぶきが修復されてですね、竹池もこんな風になってるんですね。で、ちゃんとかってのですね、お寺だったもんですから、ここに額が書かれてここを隠してたんですね。そして古代絵馬があったり、これ天井裏から出てきた仏像です。だから明治になって廃仏毀釈で、寺院から神社に変わった時、こういうものを一生懸命隠したんですね。そんな様子が分かって、これが戸隠の九頭竜さんで、竜は蛇になります。で、そしたから種池のところで、雨乞いをしてですね、これで、雨乞いの水になったり、それから今でもですね、これ洪水よけの杭が出るんですね。九頭竜大臣、川よけの御杭、地鎮の御杭、抜け止め、地滑りの御杭、こういうものが今も信仰として生きてるっていう。かつて養蚕の時はこれネズミよけですね。で、これなんかも今も出てるお札なんですが、で、かつてはですね、戸隠へ行くと行員の数だけこの笹を持って帰るんですね。これは九頭竜さんが噛んだ紙跡だって言うんですね。
これをもらってきて、苗間の入り口にやるとですね、虫除けになったり豊作になるっていうんですね。でこんな岩戸神楽が残っていたりですね、千鳥踊りがあったり、来年式年大祭があります。お祭りや芸能も一緒になってあるというね、これが一つの特色ですね。それから柱松の神事も江戸時代から途切れていたのを復活しました。祭りがあります。そして何といっても戸隠は竹細工がある。そして竹細工で最近はこのコーヒードリップが非常に人気でですね、順番待ちだというふうに言ってますが、そして食の蕎麦があるっていう、これも戸隠をやって、そしてこの蕎麦にですね、少しでも戸隠のブランドをやろうとして、冬の間雪の中に埋める雪隠し蕎麦というのをですね始めたんですね。これも一つの工夫かと思います。そして新蕎麦ができたところにはですね、この蕎麦玉を竹細工で飾るというですね、こういうことをやります。そしてここは雪が多いもんですから、駐車の境内に雪山を作って、ここに1月の上旬にですね、神社の境内でこの酒を入れて、それを4月の中旬に掘り出して、戸隠山雪中酒という形で売り出してるんですね。これなんかも観光会の工夫だと思います。そして、かつてはですね、冬の観光客が来なくなるもんですから、スキー場を開くんですね。そのスキー場があって、そのスキー場が今は、かやを取るゲレンデになって、このかや狩りをしたものが今、十殿軒のかやぶきの屋根に使われているんです。そして、おたり屋根のところで弟子入りしたですね、渡辺さん、この子へ弟子入りして、戸隠に住んで、縄文屋根という会社を起こしてですね、今、戸隠の十殿軒の屋根を、戸隠のかやを使ってやってる。要は地元の資源を使って地元で職人を育成していくというね、こういう取り組みがあるということなんですね。で、キャンプ場の中にもですね、渡辺さんがこんなキャンプ場の中でこれだけ作っただけでここに価値が生まれて、しかも天井が凝ってるんですね。これ麻の葉です。麻の葉のデザインを工夫する、こんなようなことをやって新たな観光資源の掘り起こしをしている。最後に、雲野宿ですけど、雲野宿は表のこの宿場町はみんなよく知ってるんですね。ところがここはかつてはですね、矢島六左衛門小さ方郡で三種蚕の種を作るですね、この矢島六左衛門さんという三種の紙をこれで全国に発送してたんですね。だから三種製造業小林森田なんて書いてありますが、雲野宿を一歩中庭から奥に入るとこういう状態で、裏側は産出群なんです。で、こういう産出群がですね、中に入ると1階に埋進路がちゃんとあってですね、こんな立派な埋進路があって、2階は障子戸の産出があって、空気抜きの気抜きがあって、こういうものが全くですね、外廊下ですね、雲野宿といってもこの側面は全く利用されていなかったっていうことがあると思うんですね。で、水場当番があったりですね、灯籠回しといって、このところをですね、火事から守るために今でもこの灯籠を回してるんです。回ってくるところろうそくをつけて、翌朝になると隣の家へ回して火事から守ろうという、こういう工夫も町づくりの中でやってるんですね。そのために大谷の駅が雲野宿の隣に明治29年にできるんですね。まあ、こういう状態のですね、ものが、利用されずにいるっていうこともですね、あると思うんですね。ちょっと飛ばしてですね、これ雲野宿の駅前にあった三種業者の看板です。こんなにすごかったんですね。ちょっと三種のところは飛ばしましてですね、最後のところへちょっと行きたいと思いますが、まあ、この周辺にはですね、小諸の風穴だとかですね、それから産出だとか別所の風穴、それから上田産業協同組合で今でも三種を作って、テレビ映画のロケをやるよ、これも生きてますね。それから重要文化財の製糸場の蔵がある、それから上田東高校っていうのは小さ型産業学校ですね。そして、繊維学部の講堂、これは上田産子専門学校という、
この雲野宿の三種というものを中心にしながら、その周辺を取り込んだ誘客っていうことも考えられるんではないかな。これ信州大学の繊維学部の講堂なんですが、ここにはですね、蚕の衣装がいっぱいあるんですね。クワヤでこういうようなものがあって、最後にですね、ちょっと考えてみたいと思います。要は歴史的町並みを起こすその観光まちづくりっていうのは、活用されていない地域資源をいかに見出していくか、その地域資源をつなげていかに観光資源化していくか。だから町並みの周辺にあるものを洗い出して、それを有機的につなげリピートできる地域資源、観光資源にどうやって高めていけるか。だから戸隠を例にとると、戸隠は御師の家に泊まって蕎麦を食べてお朝事に参加する、そういう宗教体験ができる。で、御社巡りをしながら信仰の体験ができる。で、戸隠や高妻や飯津山の登山ができる。戸隠のキャンプ場で、泊まって逆さ川で川遊びをする。戸隠自然園でバードウォッチングや植物見学をする。戸隠スキー場でスキーをする。そして蕎麦打ち体験、竹細工体験、それから茅狩り体験は去年やって、茅葺き体験はこの春やる予定だったんですが、コロナで延期したんですが、こういうこともできます。そして神楽や踊りや式年大祭がある。それから季節のリピート力をどうやってやるか。春は水芭蕉植物園、夏はキャンプ登山秘書高山植物を見る、秋は紅葉や木の上がりをする、で新そばを食べる、冬になるとスキーやスノーシューで山を歩いて雪隠しそばや雪中酒を飲む。要は今戸隠もインバウンドで外国の人がものすごく増えてるんですね。要はヨーロッパにはない日本の自然や宗教や景観というものをいかに日本の町並み宿に泊まって体験するか。そしてそこからちょっと足を伸ばすと、木笠や信濃町や野尻湖とのつながり、広域の連携というものを考えていきたい。雲野宿の観光まちづくりっていうのは、従前県の指定流の中の明治以降の養蚕建築っていうのが全く生かされていないんですね。だから、こういうものをですね、いかに利用していくか。そしてその周辺に上塩尻の三種製造の藤本家、佐藤家だとか藤本産業が、小諸の小諸風穴は今も生きてますね。別所の倉沢雲風の産出や氷沢風穴、上田の時高の製糸場、上田東高校や信州大学の繊維学部、こういうものと一体になって雲野宿というものを出発点にした新たな観光地化ができないかどうか。最後に町並み保存と活用をめぐる現状と課題ということで、住民が一致してどのような町並みを保存してですね、観光まちづくりを進めていくかという哲学というのが今求められているんだろうと。そして今深刻なのは高齢化、少子化、人口減少、相続問題ですね。今内部から崩壊していく村や町というふうに言われます。生活を守るのか、観光化に舵を切るのか、地域資源の掘り起こしと活用、まさにこれは地元学という視点だと思うんですね。そして今町並みのこの中で頑張っているのは60代から80代の住民の人たちが中心なんです。その人たちの記憶を記録化して、それを次の世代に残すということが今急務じゃないかと思うんですね。次世代の地域後継者の育成というものをやっていかなきゃいけません。そして今いろんな動きが出てきて、銀行と連携したファンドがですね、山の内町のワクワク山の内というのができまして、有給物件のリノベーションを大体1年間に5つぐらいやってますね。佐賀県の鹿島市の浜中町の八本木塾っていうのは、町づくり校舎っていうのをですね、資本金6000万で立ち上げて、銀行、大学、NPO、行政が連携協力して、稼げる町づくりをしようじゃないかっていう提言をしてます。川越のところは充電券ですが、修復だとか業者だとか修復費、そういうようなものをですね、情報誌を発行しながら、それを利用しながら町並み保存、活用につなげていこうと。そしてインバウンドですね、今日のこれからの話題の中に出てきますが、尾道は4万から27万、馬込は馬込から妻子の中山道歩きで3万8000人が訪れるというですね、こういう時代が出てきました。ただそれに伴って今オーバーツーリズム、観光郊外ですね、これは白川郷だとかですね、行ってみるとまさにそれを感じます。
とにかく地域のしがらみを乗り越え、本気でやる気や覚悟ある人材というものをですね、それぞれの町のみの中で、作らなきゃいけませんが、それには何よりも加山さんとか藤原さんというようなですね、ブルドーザー役っていうのがやっぱり必要なんだ。そして何よりも大事にしたいのは、人と住民と地域の暮らしというものを大事にしながら、いかに町並みというものを生かし観光化するかということが求められていると思います。どうもありがとうございました。はい、宮下先生、ご講演ありがとうございました。ここでまた改めて宮下先生に拍手でお礼をしたいと思います。皆さんよろしくお願いします。